さあ、いただいております。尼崎市はラジオネームブルーベリー畑さんからいただきました。あっぱれ月の皆さん、こんばんは。こんばんは。僕はクラスのモテない男子グループの一員です。当然バレンタインデーとはみんな、無縁です。全員女の子と付き合ったこともありません。そのくせ他人の恋愛や友達が好きになった女の子のことを、あの女はこんな女やと分かってほしい。言うじゃないですか。言ってほしいです。かわいい。女の子とまともに喋れないくせに、あいつらは何を根拠に恋愛について語るのか、僕には分かりません。学生時代にそんなやついましたかって。いるいる。もうそんなやつだらけやよな、周りなんか。笑いの周りなんか大体そうやよな。絶対モテへんかったからさ。モテないですね。だから、あれやろ、もう、勝手な自分で想像をして、はい、女の子と喋られへんから、はい、さらに、その、悪口的なことしか言えへんし、上から目線しかないし。ずっとみたいな。うん。男子と付き合ってる女をもう全員やりまんっつってました。あいつやりまん。疲れ女だって言ってね。やったこともねえやつや。もうだから、バカなんです、本当に。女子と喋ってる男子見たら、あいつ、たらしやなって。大人になってても芸人結構そうですもんね。コンパでモテなかった時とか、まあ、あいつ軽い女ならダメだよ。よかった。芸人はね、その名残があるよね。あります。いくつになってもね。完全にアンガールズのタラちゃん、未だにそれだもんね。未だにそれやよ。質の悪い女だなって。あんなの連れて帰ってってしょうがないしね。負け惜しみにしか聞こえない。まあ、負け惜しみなんですけどね。そうですね。絶対言いますもんね。いや、そうやよ。モテないグループ。モテないグループ。モテないグループ。想像すんねんな。想像して、あいつと付き合ったらこういうとこデート行ってこんなん食べんちゃうかな。いや、でもしんどそうやな、やめとこう、みたいな。うん、答えまで出す、ね。そうですね。で、なんかあんまり自分が好きな人いなくて、うん、でも、友達が誰々のこと好きだって言ってたら、うん、もうそいつのことを意識しちゃったよ。俺全然関係ねえんだよ。そいつのこと好きなんか。あいつとあいつ付き合うんかな。なんか好きになってきたって。全然関係ねえのよ、俺が好きになってきた。わかるわかる。ほんま男の方があかんよな、はい、その辺な、はい。女の子ってどん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 増せていくけど。はい、へえ、なんだ翔太君。男の子なのに。え、だ、僕。モテるグループ？いや、僕は、友チョコでしたね、やっぱ。友チョコ、はい、友チョコもらってた。僕から行きました。交換しようって。だから自分も。すげえ。交換して、ね。超モテる人だよ。っていうのは、欲しくて、チョコくださいって言ったら、じゃあお前もなって言われ。お前もな。女子に？そう。お前もなって言われ、じゃあ次の日買ってきて、じゃあ交換みたいな感じですね。全然。なんか今、あれみたいなの小学生とかにこう聞いてると、はい、その友チョコみたいなのもちゃんともらえないと、なんか、仲間外れというか。かわいそうだっていうので。そのなんか、なんつうの、はい、位置におられへんというか、はあ、クラスの一員として認められへんみたいな。あ、輪の中に。今日あるみたいで。切ないな。そうですよね。だからもらうために必死というか、ちゃんとその辺は、絆みたいな。絆みたいな。絆みたいな。なのかな。そのチョコもらえない子は仲間全されたりとかそういうことなんですか。な、位置がないんじゃない、男としての位置が、うん、友達でもないし好きでもないし、自分でも思っちゃうのか自分で、うん、なんだそれ。そんなことないのにな。そんなことないのにそういう感じになんねやろ。わ、なるほどな。義理もないっていうことだ。だから女子も考えないと。女子は女子であげんだったらみんなにあげて、まんべんなくあげない。本当に好きな人にはちょっと変わった手作りとかにしたいとか、うん、今ってあるんですかね、その本命みたいな。確かに。え、ないの、どうなんだろう。今日は聞かなくな、今日はどうしてんの、お前ら。今日はどうして、今日はカバンにチョコ入れてきてんの。そう、2月12日やから。そうしたんだよ。こそっとテーブルの下からこそっと渡すの。ねえ、何ヘラヘラしてさ、すごいお腹すいた、うん、ラジオに乗らないぐらいのヘラヘラ顔でさ。そうそうそう、だから大人になっても俺たちは気持ちは変わってないから。そうそうそうしながら待ってるよ。そうそうしてるよ、陰で罵倒するよ。くれなかったら、うん、すぐに、うん、俺はすぐにやりまんだな。最低だよ。あいつ売れねえよ。売れとるわ。除菌タオルかじっとけ。これ。でも、そう、全然、なんか、好きっていう感じなくても、仕事とかで会った時に、ちょうど当日に、とかでくれたりすると、ちょっと嬉しいですよね。確かに、あの人からもらったんだ、っていうのあるね。うん、俺、ほんまに、かけい、みやこちゃん。みやこちゃんがね、まだ駆け出しの頃に、はい、その、マネージャーさんのパーティー、ちょうどバレンタインの日やったの、はい、もらってんじゃん、これ。
俺、はい、チョコレート、まあ多分みんなに渡してた、うん、中の 一部やろうけど、多分じゃない、絶対絶対絶対です、多分な、100本手作りじゃないやろうけど、希少利用者の袋に入ってあったから多分手作りじゃない、いやそれでもめっちゃ嬉しかったよ、まあ嬉しいですよ、覚えてるもんやな、終わったら嬉しいですよ、何年も前であっても、何年も前、何年も前です、覚えてる、じゃあまあ当日じゃないからね今日ね。そうなん、14日だからな、そうなんですよ。これでもその友チョコとか義理チョコを渡されるじゃないですか、うん、でこっち側がホワイトデーの時に返したらなんか変な感じになりません？そんなことないですね。わかる。本気にしてるじゃない。いやこいつ本気にしてるわっていうのを言うでしょ。そんなことないですか。リターン欲しいよな。嬉しいですやっぱり。口紅とかあげたらどうする？いや引いてる、俺引いてるじゃないやっぱり。これお返しっすってシャネルのさんの口紅。なんかこいつすげえ。ガチじゃどうなんだ。確かになんかクッキー一つと二つあげてそれ来たらおーすごいなんか引くわってなんでしょう。いやでもなんか10倍返しじゃないけど、うん、嬉しいなとは思いますよ。いや引くでしょう、でもシャネルのさ。坪倉さんがシャネルの口紅に送るから社員の ID も入ってるさ、ね、シャネルのルージュをバレンタインのお返しつって気が入ってんのは気に入るかな、うん、色これ色誰に似合うかと思って、あ、それはちょっとあれですね、ちょっと重いかな、重いね、なくなるものがねいいですよね、口紅なくなるんでしょ、いや結構時間かかるじゃん。なくなるし。すぐなくなるもんね。重い怖い。誕生日とかだったらいいんですけど、うん、なんかホワイトデーにね、クッキーのお返しだったらもう、ほんとクッキーぐらいのお値段でいいですよね。うんうんうん、なるほどね。そうなんだ。うん、じゃあ本命は本命であげたとしたら、でも本命ってでも、本命の場合は、あの、同じ気持ちじゃなかったら返さないんじゃないですか、うん、返したらその気に、あ、まあ、あるってことだ、付き合うってことやもんな。うん、ああ、好きだったらもらってもいいですけど。バレンタイン利用して告白するっていうのは今ないんですか、女の子なら。どうでしょう。ねえ。ね、結構前のイメージが、うん、もっと軽そう、軽いって言ったらあれですけど、もっとなんか、そんなイベントに頼らなくても、はい、できそうですけどね。できるのかな、うん、そうなの。でも、チャンスだと思う。友チョコの方が多くなってる。勇気出ない子はさ、きっかけにはね、きっかけにはあと、ちょっと相場を知りたいんですよ。例えば、本命のチョコをもらうじゃないですか。大体、お返しはいくらぐらいまでなんですか、遠足みたいになってきた。でもなんか、3倍って言いますよね。チョコの3倍だったら、だって、男子の方が損やん。そう。男子の方が損ですけど、どれ、じゃあ、ゴディバのチョコとかだったら、わお、それで3倍だったらすごい金額いくでしょ、やばい、それこそ口紅とかやっぱ、シャネルのルージュになる、ルージュルージュシャネルのルージュに。でも、本命だったら別におかしくないですね。本命だったら別に、確かに。なんか、好き好き同士なんだから。好き好き同士。ルージュでもおかしくない。真っ赤だよ。シャネルの真っ赤なルージュ。色はいいですよ。好き好き同士やったらあんなんでしょ、マシュマロを繰り返すとかないでしょ、え、あ、そうですね。チョコじゃないの、チョコに対してマシュマロとか、飴とか。マシュマロはなんか、あの、ちょっとランクが低いみたいなの聞きましたよ。俺、父ちゃんが言ってたで、癒しちゃったらチョコ言って。癒しちゃったらホワイトチョコ。癒しちゃったらホワイトチョコ。昭和ですよ、マシュマロ。脳やったらマシュマロ。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 父ちゃん、マシュマロ。マシュマロ。どっちがいい、癒しちゃったらチョコ。脳やったらマシュマロや。そうなんだ。お父さん、本当にいいって言って。だったらマシュマロって聞きましたよ。マシュマロや、はい、マシュマロばっかりか。今そんなんないです。マシュマロいっぱいもらうやろ。え、私ですか？逆あんまりあげたことないですよ。チョコ。バレンタイン。そう、あげてないからでしょ。あげてないからじゃないですか。あ、うん、げてない。あ、じゃあげたことがないんですよ。チョコを。あんまり。え、じゃあもらってなくてホワイトデーにくれたらどうする？え、怖っ。これホワイトデーやから、うん、ホワイトデーだからプレゼントになります、ね、え、でもあげてないじゃないですかってなるじゃないですか、いやでも俺はそういうバレンタインの気持ちだから、あげたいから、うん、笑顔でバレンタインの日誰を笑顔でいてくれたじゃん、それのお返し重い、これ怖いの、だって男子が告白する日も作ってほしいじゃん、そう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 、どうよホワイトデーはそういう日にしようよ、いやでも本当そういうもんだよ ね、いやでもほら、ただなんかさ、あの、例えば皆さんにホワイトデーなんで
今日は差し入れでチョコ入れてきましたなとかだったらよくないですか。あいやもう違う違う、そういうやつじゃない、ライトのやつじゃない、皆さんで食べてください。あそうそう、それはすごい素敵です。本気本気、ネットの量だけ、ネットの、うん、もうめっちゃ怖いです俺だからでしょ、俺だからちょっと気になってる人だったら、そうイケメンだったら全然いいでしょ、うん、梅宮達夫さんいやいやイケメンすぎるわ、イケメンすぎるわ、随分古いな。でも上の方だったらすごいありがたい気持ちでもらいます、ね、梅さんのいただきます、はい、あいいの女子一同皆さんに食べてくださいって箱でなんかゴディバの大きいのを、うん、そんなの嬉しいですよね。あ内田さんちょっとこっちへって言って、うわ呼び出しちょっと別だよね、ダーリオだけにはこれちょっとほら梅沢富美男さん、でもやっぱ見てごらん真っ赤なルージュだぞあなたにはね先輩はやっぱ嬉しいです、先輩にいただけるのはやっぱ嬉しいです、ね、そういう時間だよな先輩よ、なんで梅沢富美男さんいらっしゃいよ。つばくろさん会った時怖いです。怖い。はい、ああなんだ今年仕事。梅沢富美男さんやってねって。梅沢さんに負けた。夢芝居に負けたや。そうか。そこらぐらいの子がそのなんかグラビアの子とかにそんなんしたらもう。うわその話が回ってきた時点でうわやべえって思います。やべえやつだよね。やべえやつ。告白したあかん風中、本当にやばいと思うかどうか一回やってみるわ怖い報告お願いします